機関区は、大宇本線庭坂駅の北側に隣接して、所在していた、日本国有鉄道の機関区である。大宇本線において、起点側の福島駅から、米沢駅の区間には、最大38パーミル、連続33.3パーミルの急勾配がある、板や峠が存在しており、この区間を通る列車に連結する、補助機関車が多く所属している、機関区であった。 大雨本線の福島米沢間は1894年7月に着工し、1899年5月15日に開通した。当時東北本線は私鉄の日本鉄道の路線であり、ここから分岐する形で関節鉄道の路線が建設された。福島にはすでに日本鉄道の機関庫があったことから、開通当時福島側から見て、 最初の駅であった庭坂駅に併設される形で、庭坂機関庫が開設された。シャープスチュアート製の B6K の310から327が配置され、混合列車が1日4往復運転されていた。購買区間の運転には、カウンタープレッシャーブレーキが用いられていた。1905年9月14日に、大羽本線は、福島青森間が全通した。 ちょうどこの頃、神戸工場で F1 型が製作され、550から559が1906年までに製作されて、庭坂機関庫で配属された。しかし日露戦争が終結して、大陸で陸軍野戦鉄道ひさげり部が使用していたボールドウィン、ロコモティブワークス製 F2 型が内地に戻ってくると、 このうち7両が、庭坂機関庫に配置され、F1 型は、三北機関庫へ転属した。これにより、庭坂機関庫の所属機は9200系7両、2120系6両の13両となった。4110系蒸気機関車1913年3月には、ドイツの JA マッファイ社から4100型が4両、輸入されて配置された。 加熱式を採用したことにより燃料を節約しながら大きな出力を出すことができ輸送力は50%向上するとともにトンネル内の売円などの苦労も軽減された。これを国産化した4110型も1914年に4116から4133の18両。 1917年に4140から4146の7両が庭坂に配置された。これにより9200型は北海道へと転出した。これらの機関車のうち一部は米沢に分注していた。1924年には日本海側を走る右越本線が全通し、1931年には上越線も全通した。 大正時代には他にも東北、大雨線を横断する方向の路線などが開通したことから急勾配のある板や峠経由区間の輸送量は減少していった。こうしたことから4100系続いて4110型にも旧車が発生するようになり1936年からは一部が廃車されるようになった。一部は 岩手県の松尾工業鉄道へ譲渡され、さらに標準機へ改め期されて、朝鮮半島の平北鉄道へ譲渡されたものもある。残された4110型は引き続き板や峠で使用され続けた。太平洋戦争に際しては国使され、老朽化が著しくなった。大戦後、板や峠の電化工事が計画されたが、 連合国軍総司令部民間運輸局がこれを認めず、一時的な対策として E10 型が製造され、5両が庭坂に配置されて1948年4月から使用を開始した。これにより4110型はさらに廃車が進行し、一部は美梅鉄道へ移籍した。1950年2月までに国鉄からは4110型が全廃となった。 関係者が CTS を説得したことにより、電化工事が再開され、1949年4月24日に直流電化で開業し、EF-15 型が運行されるようになって、E10 型は早々に耐え転属することになった。EF-15 型は福島第二機関区への配置となって、庭坂機関区は福島第二機関区の宿となった後に廃止となった。 ありがとうございます。